て逆転しました後半は体を張った守備を続けていましたが13分に同点ゴールを許しその後は一進一退カタールはアディショナルタイムに何度もゴールに迫りますが得点することができず2対2で引き分けました今日はフォワードの白崎良平選手にスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いします,しますカタール2年目 はいの若手選手ということで昨日は後半に出場されましたずっとあのベンチで見ていた時はどんな感じで見とられましたそうですねまあ自分が入ったときにどういうプレーをするのかというイメージをしながら、うん、はい見てましたで後半入りましてやっぱり得点をね狙ってましたよねそうですね、うん、まあ僕の得点ももちろんですけど、はい、まあチームとして まあ二対二だったので、まあ点を取り行くようにイメージしました。惜しい場面はいっぱいありましたよね。そうですね。うん、まあ最後のところだったりとか、<ー>惜しいチャンスはあったかなと思います。実際に戦ってみて、ギラバンツ北九州どうでした？うん、そうですね。うん、戦ってみて、いや強いなあっていうのは、そんな正直。 思わなかったそうですねそんなに、うん、まあ差があるとかは全く思わなかったですけど、ね、あの北九州は現在4位なんですけれども、はい、本当に10位の差を感じさせないいい試合で解説者の方も「あのいよいよとです 再開とは思えないねみたいな解説をねしておられていやーでもあの途中出場って短い時間で結果を出さなきゃいけないじゃないですかあれってもうちょっと早く出してくれっていうような思いでベンチでではいるんですかまあそうですねそれはみんな多分そういう準備をしていると思いますし、うん、まあ自分にチャンスが来たら何かやってやるっていう気持ちでみんな準備していると思います。え,えうんねええー 今、21歳ということで、2年目なんですよね。ご出身はどちらなんですかまあ、東京です、うん。で、山梨学院大学附属高校の時には、全国高校サッカー選手権でベスト8入り。もう、得点源として背番号10番を背負って出場されました。で、あの、去年なんですけれども、 いいろろ複数のクラブからオファーがあったんですがそれを断ってカタール富山に残留ということなんですがえそれはどうしてカタール富山を選んんででくださったんですかまあ来去年、半年間やってみて、うん、まあ最後はすごい手応えもありましたし、えー、まあいいサッカーをやれていたので、うん、まあそれを引き続きもっと高い順位を狙ってやっていきたいという思いもありましたし、うん、まあ監督と話をして、まあ、残りもう1年やろうという話があったので。うん まあそっちを選びました、はい、そんな白崎選手にですね、えー、メッセージ質問が来ておりまして小学校4年生なんです、はい、大沢の町の山本翔んです白崎選手カタール富山が大好きです白崎選手のかっこいい足技プレーとゴールが見たいです家族みんなで応援していますで白崎選手のようなサッカー選手になりたいです質問です 試合前に聴いている音楽は何でしょうか教えてくださいということです、はい、ええーうん、まあ決まった音楽はないんですけど、ええまあ、音楽はいつも聴いていますし、まあ、試合前はできるだけこう気持ちが盛り上がるような曲を聴くようにしています、うん、あのいつも一緒の曲なんですかそれとも毎回違うんですか、まあ、気に入っている曲の何ていうんですかね 何曲かバーっていうのを入れてそれをシャッフルして聞くような感じです、うん、聞いてわかるかな教えていただけますいや洋楽邦楽洋楽も聞きますし邦楽、うん、も聞くんで、ええ、本当にいろんなのがあるんで、うん、これっていうのはあんまり言えないですけどそうなんですね、はい、あのー、会場に着く前まで聞いてるんですかそうですね会場に着くまでバスの移動で聞いて、うん、まああとは ついてからストレッチしてるときとかは聞きます、ね、あ,<ー>まあその後はもう聞かないですけど他の選手も、やっぱり皆さん、聞かかれるんですかねいや、全く聞かない人もいますし、うん、まあでも、聞いいいてる人の方が多いかなと思いますやっぱり、盛り上げていこうっていうのでね、気持ちをね、そうですね、うん、まあでも、試合前はコミュニケーションも取らなきゃいけないんで、<ー>外すしてる人が多いですけど、最近はどんなふうな話を、選手同士にされてるんですかそうですね、まあ、とりあえず勝つしかないので、うん、まあ結果にこだわってやっていこうみたいな。 選手の、えー、チームの雰囲気はどうですかね。そうですねまあよくも悪くもいつも通りっていうのがカタール、富山の雰囲気なのかなっていうのは去年から感じているんですけど、はあ、んまあんまり変わってないですねいつも。 あの、試合を見てると本当にもうね、必死さがすごく伝わってきて、もう応援する方も力が入るんですけれどもね。で、大沢の町の山本かけるくんなんですが、今度の10月19日のホームゲームでエスコートキッズに選ばれたそうなんです。で、白崎選手と一緒に手を繋いでスタジアムに入りたいですということなんですが、あれって、 誰がどの選手と手をつなぐかっていうのはもちろん選手の皆さんは選べないですもんねいや多分人が分かればキャプテンはもう一番前って決まっているのであれなんですけど自由なんですか後の並ぶ順番はもう基本的には自由なんであ本ほんとですかじゃあの山本翔君覚えといてあっそうですねちょっとこれ山本君いるみたいな山本君も今聞いてますかね10月19日 白崎選手と手つなぎたいってアピールしてみてください。<あ>はい。ぜひぜひ。で、その前にですね、今度の土曜日、10月11日、午後4時キックオフで、ミ戸ホーリーホックとの対戦がありますえ。前回は6月14日に対戦しまして、3対0で敗れてはいるんですけれども、え今度はアウェイです。茨城県でありますが、さあ、意気込みを選手を代表してお願いできますでしょうかはい。 そうですもう本当にさぬ、まあ、きの結果とかもありますけど、うん、まあ僕たちができることはやっぱ自分たちの結果を出し続けることなので、はい、まあ気持ちの入った試合を最近できていると思いますし、うん、まあ本当に結果にこだわってやっていいきたいなと思います期待しております。はい 選手やスタッフへの質問、応援メッセージ、このコーナーでは受け付けています。メール、ファックスでぜひお寄せください。ファックスは076-441-0003番。メールは studio3-knb.ne.jp です。カタール富山の情報はホームページにもアップされています。Facebook、Twitter には公式ホームページもありますので、ぜひご覧ください。 では最後にいつもの合言葉いきたいと思います。行こうよ J1 と言いましたら、ビバカターレと元気よくご唱和ください。では参りましょう。行こうよ J1、ビバカターレ,ターレ <laughs> 今日はカターレ富山のフォワード、白崎良平選手にお話を伺いました。ありがとうございました。